の色は果てしない広い世界の隅々に平和を呼んでは子供の胸に光を夢と希望に安という空に広がる橋よりも心をつなぐ五つの輪消えぬ誉れをとこしえに守り続けて今日もまた燃えて輝く私は今日も走っていますよ。僕を鍛えられるのは僕なんだ。遠くから見ていてください。倒れるまで走るんだ。いや、倒れても走るんだ。世界の円谷幸吉になれる日まで頑張りますよ。陸上競技の花という誇りを抱いてひた走る起きて厳しいマラソンの遥かな遥かな遠い道家も草木も一瞬に消えて過ぎゆく走馬灯汗というより全身の油を絞り取るように顔も手足も濡れ濡れ命を刻む切なさと孤独に耐える苦しみをじっと支えてゆくものは
身勝つ道は持って生まれた。ど根性今7人の子供たちは成長し、みんなそれぞれに幼い日を懐かしみ、両親の厳しいしつけに感謝している。円谷選手はいろんな仕事なんかもやらされてですね、やはりああいう時に我慢してやっていたのがこの長距離というそのマラソンというのに、やはりそういう知らず知らずのうちに植え付けられた忍耐といいますかね、そういうものはやはりあるんじゃないかと思いますね。日本の円谷から堺の円谷幸吉へ、それは決して生易しいことではない。昭和15年5月13日、円谷幸吉は父幸七と母みつの末っ子として福島県須賀川に生まれた。長男の年を頭に兄が5人、姉が1人。中流の農家として決して豊かな生活ではないが、厳格な中にも子煩悩な両親の愛情に守られて、苦しい戦時下をすくすくと伸びていった。文子や、もう一度幸吉を見てきてやれ。夜飯だというのにまだ草むしりをやってんのか。そうなの、さっきも手伝ってやっべえと思ったら叱られっからやだって。かわいそうに、幸吉にはまだ無理じゃありませんかねえ。あなた、そんなことはねえ。今までどの子供らでもやってることだ。なんぼ末っ子でも甘やかしはなんねえだ。夕げの膳を前にして誰一人箸を取ろうとはしなかった。どんな場合でもみんなが元気に顔を揃えるまで待とう。それが長い間の円谷家の習慣であり、厳しい父親の教えでもあった。ちゃん、僕ね、お庭の草をちゃんときれいにむしてきたよ。そうかそうか、そりゃよかった。だけどな、幸吉、今度から言いつけられたことはすんやるようにするだぞ。そうでねえと、あれ、この通りみんなが飯を食えねえでおめえを待ってるだ。うん、おめえもはあ、むつだもんな。兄ちゃんたちもそうだったが、おめえも今度から人に迷惑かけねえように、決められたようはきちんとするだぞ。ええか。うん。ごめんね。お父ちゃん、兄ちゃんたちも、仮に。人間つうもんはな、誰でもみんな一生懸命働くだ。そうしねば戦地の兵隊さんに申し訳がねえ。うん、兵隊さんはお国のために戦ってるんだね。そうだとも。幸吉も早く大きくなって立派にお国のお役に立つ人間になるだ。うん、大きくなったら兵隊さんになる。最初前に幸七のまぶたに浮かぶ思い出は、会津若松連隊から徳様の故郷に過ごした夢の丸二年。冬は氷に閉ざされ春は濁ったどの川、遠く離れてしみじみとした。
祖国のありがたさ、水のうまさやふるさとのはるかさんがの美しさ、人には負けない真心や愛国心の尊さも、意志の強さもこの胸に教えてくれたあの頃の赤い夕日が懐かしいや。胸を張って父親の孝七はことあるごとに子供たちに自分たちを産んでくれた日本の良さ、軍隊生活の経験を説いて聞かせるのであった。とはいえ、ますます激しくなる戦時下の生活は、七人の子を抱えた円谷家にとって決して楽なものではなく、当時を思い浮かべて孝七さんは今もこう語っているのである。私はね、この親戚とおりで知り合いのうちに子供がそこにいて、うんと難事をしている人を見てコリコリ張っていくからね。それとはこの生木丈夫で、でも生木根性ね、生木根性を持って、うちをもう滅ぼして、そこにもいらんねえで多少いあ行っちまった人も知っていからない。子供をよく深く考えて指導して、満足なものにしねえっていうと我が家がでいがめんだっていうこと、今ここに大きくなってますのが聞かざられんさ。大勢育てとなかなかいずいず手かけてらんないですからね。だからただこういうどこ遊んで、そして転んだ時には釜にで起きてね、子供たちにも、うん、ああなんてないだって間釜に一人で起きるまで起こしてやんななんては言ったんですね。あーはー、うん、それからこの六つのと一人で着物も着たり起きてきてね、します、うん、で七つのとすっかり自分では着てちゃんとね出世したんですの。お父ちゃん、岩お兄ちゃんが帰ってきたよ。ほら、あっちだよ。なに、岩おが。おお、ゆんべの話のお犬ば連れてきたようだ。嬉しいな。あ、大きな犬だよ。あれをもらってくれるんだね。岩お兄ちゃん、ほら、こっちだよ。社長、僕の父と弟の幸吉です。こりゃまあ社長様でせがれがとんでご厄介でございます。お忙しいところをわざわざこんなところまでおいでくだせまして。いやいや、私こそ恐縮です。昨日岩尾君に頼んでおいた通り、実はこの犬をもらっていただこうと思いましてな。あれまあ、こんな立派な犬を持ってね。いや、この食糧難時代です。お宅のような農家に飼ってもらうのがこれにも一番幸せでしょう。ただこの息子が寂しがりましてな、今日も一緒に行くと聞かないんですな。栄太郎、辛いだろうが諦めておくれよ。かわいい犬を飼うことも許さぬ時代が恨めし、小さな体でそばへ寄り
して別れを惜しむ栄太郎の今日喜ぶ幸吉と同じ年だと聞かされて手放す親と受ける親二人の子らを見比べて口に出せない切なさ男同士がロボちゃん決して心配しねえでもええ。うちじゃこの犬をおもらじゃねえ預かるだよ。会いたくなったら毎日来てもええだよ。小吉大事な犬だ、可愛がってやるだぞ。うん、僕大事にするよ。だから明日も明後日も遊びにおいでよ。そして犬と一緒に遊ぼう。うん、僕本当に来るよ。これはね、秋田のリロって名前なの。じゃあこれからかけっこしよう。お父ちゃん一緒に行ってもいい？いやダメだ、大きな犬だで危ねえ。大丈夫だよおじさん、さ、行こう。危ない、危ないぞ、栄太郎。あまり遠くへ行くんじゃないぞ。次郎は大きな秋田犬だった。いくらおとなしそうに見えても、6つの子供2人にはやっぱり手に負えなかったのかもしれない。日暮れに戻ってきたときは、どこで何度転んだのか、栄太郎も幸吉も全身に数えきれない傷をして二人ともに発熱までする始末だった。こんなむさ苦しいうちへ社長様にわざわざお見舞いをいただきまして、どうお礼を申せばええのか本に申し訳ございません。幸吉さえ一緒にいなかったらと思いますと、本にも身が縮むようでございます。いやいや、それはもうお互いのことで、とんだご迷惑なお願いを持ち込んだ上にかわいそうだと思いましてな。栄太郎を連れてきたのが間違いでした。しかし次郎を一番可愛がっていたのはあの子でしてね、これはもう親の責任だったと思います。今日はお宅のご主人にお見舞いをいただいて、遅ればせながら伺わせていただきました。聞けば幸吉君は腰と足を痛めたように伺いましたが。道端の石か木株にでも打ったんでございましょうか、ひどく痛がりますんで。今も主人が見ております。なに、元気な幸吉のことでございますから。それより社長様の坊ちゃまは高いお熱だとか。はい、困ったことに昨夜から40度近い熱が下がりません。何しろ普段から占病室な弱い子でしてな、本に申し訳がございません。とにかく
栄太郎は後にも先にも一粒種で皮肉に取られては困りますが、こんなことになりますとお宅のように大勢子供のある家が羨ましいと思いますよ。まあ社長様、失礼でございますが、そんなことだけはおっしゃらないでくださいまし。幾人子供があろうと親の心に何の隔てがございましょうか。一人一人が大事な宝で、捨てていい子はありません。父母の慈愛に育まれ、明日の窓を叩くだろう。暗く閉ざした戦時下は、開けて差し込む自由の日、平和の旗の揺れる時、親子の情も真心も捨てて忘れてきはせぬか。明るい道も幸せも人それぞれの心柄、
浮世の川に溺れては迷いに迷う日もある。人間らしい誠実を求めてつぶらや小吉の一人行く道。騒動で怪我をした幸吉も終戦後の22年無事須賀川第一小学校に入学することができた。そして特に目立つところもない平凡な農家の子として同じ須賀川の中学へ進んだが、与えられた責任は必ず果たすこと、他人に迷惑をかけぬこと、善悪をわきまえて行動することと、父母の教えを守り抜く素直な少年に成長していったが、いつも幸吉少年の心の底から離れぬ悲しみが一つあった。それは一緒に遊んで怪我をして病気になった栄太郎のことである。こんにちは栄太郎くん。こんにちは。ああ、幸吉くん、また来てくれたんだね。ありがとう。さあ、早く上がって。栄太郎くん、この具合はどうなの？ありがとう。でも、いつも同じなんだよ。小児麻痺というのはね、一生このまま治らないんだって。僕はもう諦めているんだ。そんなこと僕考えられないな。あれはまだ小学校へ曲がらない頃だったね。二人で次郎を引っ張ってずいぶん転んだりひっくり返されたりして、二人ともすっかり名誉の負傷をしちまって、僕もあの時は父に連れられて長いこと病院へ通ったけど、栄太郎くんもあの時からなんだね。そう思うと僕今でも責任を感じちゃうんだ。ごめんね。違うよ幸吉くん、僕の病気はあのずっと前からあったんだって。何千人に一人という病気になったのは運が悪いんだよ。今でも僕夜中にびっくりして目を覚まして飛び起きることがあるんだ。それはね、次郎の綱を引っ張って君と一緒にかけてる夢だよ。僕の夢はいつも決まってそれなんだ。君と一緒にひっくり返って痛いより嬉しくって泣けちゃうんだ。僕がかけられたのはあれが最後だった。辛さは苦しさは何に例えんものもなく、慰めようにも言葉さえ、喉に詰まった切なさに、この世の暗さをまだ知らぬ、胸を痛めてハラハラと、あふれる涙は見せまいと、立って静かに窓を開けりゃ、軒のツバメの
た。いや、幸吉君、いつも来てくれてありがとう。今日は日曜でこんないい天気なのに、栄太郎、よく俺を言うんだぞ。何しろ長い病気なんで、栄太郎には友達も少ないし、君の来てくれるのを楽しみにしているんだ。おじさん、栄太郎君の病気は生まれつきだったんですか？そうだね、先天的なものだったらしいし、なかなか難しいようだが、どんどん医学は進んでいるんだ。きっと治る時期が来るだろう。幸吉君からも元気をつけてやってくれたまえ。はい、僕はね、君のお母さんに叱られたことがあるんだよ。今思い出してもあれは僕が失言だった。ところで幸吉君は中学校の一理競争で入賞したそうだね。おめでとう。一等かね、二等かね、いえ三等です。それも四等の人とギリギリで、お情け三等です。いやいや、全校で三等なら立派なもんだ。そうすると高校へ行っても陸上競技かね。わかりません。一番上の兄は剣道だし、兄たちはみんないろいろやるんですが、僕剣道は痛くてダメだし、何をやればいいのかいつも迷ってばかりいるんです。しかし迷うのは誰だって同じだよ。僕も軍需産業から今の仕事へ随分迷ったもんだ。幸吉君はね、あの頃だって随分かけるのが早かったんだ。僕の分まで一緒にかけてもらいたいよ。そしたら僕きっとまた別な夢を見るよ。そうだね、今度から僕かけるときはいつも栄太郎君と一緒だと思ってかけようか。冗談ごとから駒が出る、よもやその日の冗談が、日本の一かそうじゃない、世界に知られる人となる、あれはマラソンつぶらやと指におられる英雄が、小さな町から出ようとは誰が信じていたろうか、明日を知るのは神ばかり。昭和31年、福島県立須賀川高校へ入った頃から3番目、4番目の兄たちに加わって川べりや日暮れの町を走る幸吉の姿を見かけるようになった。剣道、そろばん、速記と次々に移っていった幸吉を、初めは笑っていた父親も彼のたゆまぬ努力に舌を巻いた。かけることが何よりも性に合っていたのか、黙々として校庭を走り、街道を走り続ける好奇心に対して、まさか影足してご飯食べられるってことは私考えなかった。全然そういうハニクラでは飯食いねえんだから、いい加減にするもんだぞって、こういうこのくらいの程度でね、おいだんだけど、だんだんこう年進めてみっちゃうと本気なんだね、寸分なんだ、ぬるつ。これが俺ほんちっと俺の方が古かったかななんて思っていない。あのそれから本格的にやるってことを確かめたから、始まったら中途半端にしてやめんじゃねえぞ、これもう石白山の証拠なんだから、始まったらもう徹底的にやり、それからでさ、今度は応援にも出かけるし、カニが用だって言えばカニもくれてやるようになったの。それ以前は全然ない、こういうそのスポーツなんぞで飯食わなくて、ろくな飯も食いねえでねえかっていうふうに考えるだったんですよ。二人の兄は
姉の幸吉も物資不足の時代なら裸足で走ることもあり、あれをご覧よエチオピア、アベベに負けない心意気、コーチもいなけりゃ指導者と呼ばれる人もないけれど、努力と意地と根性の負けの気性、あなた、あの子はいつもニコニコして愛嬌はいいし、人当たりも満点で商人にでもなるのかと思っていましたのにね。まったくの、わからんもんじゃ。学校を卒業して自衛隊志願と聞いたときはさすがにわしも驚いたが、まあまあこんな時勢でもお国のために役に立てればそれもええか。あなたがいつも聞かせていた軍隊話のせいでしょうかの。お父さん、お母さん。おお、幸吉、お客様はみんな来たか。は、今夜はいろいろと相すいません。こんな盛大な送別会をしてもらって感激です。自衛隊はの、昔の軍隊とは違うが。何しろしっかりやることだ。どこで何をしても円谷という名前だけは忘れるな。はい。おい幸吉、囚人がおらんじゃダメぞい。早くご両親も連れておい。餌だ、景気よくお国自慢じゃ。祖国を守る自衛隊、たとえ昔と違っても愛国心に何変わる、父の教えと母の愛胸に抱いて晴れ晴れと訓練期間の3ヶ月終えて距離にほど近い天族配置の郡山、ここに陸上つぶらやの大きな目が伸びる。昭和35年10月、世界の和光堂を集めて開くローマのオリンピックに、無名のアベベが一躍世紀のマラソンに名を挙げた。 42.195キロをわずか2時間15分と16秒、円谷が1500メートルを走るその速さで
褐色の聖者アベベは大いなるマラソンの記録を樹立したのだった。その4年後の昭和39年東京オリンピックにおいてアベベに挑戦できようとは思いも及ばぬ幸吉だったが、長距離ランナーとしての栄誉を望むとすれば当然乗り越えて行かねばならぬ宿敵であろう。かつて各地の国体にも出た、青森東京駅伝にも参加していくつかの実績を積み、今も黙々として孤独の戦いを続けるつぶらやに対して自衛隊幹部の温かい愛情と期待の目が注がれ始めた。しかも時はよし、隊員参加によるオリンピックへの出場を目指して特別体育班が東京に設けられたのである。もちろん走る円谷幸吉も選ばれてその栄光の一団に加えられたのであった。風だ。いえ、大丈夫です。やらせてください、波多野さん。バカ言うな、見ろ、雨も降ってきた。体を壊したらどうする。明日という日もあるんだぞ。おい、やめろ、スムラヤ。いや、僕には明日はありません。困ったやつだな。おい待て、コーチと言っても俺は素人だからな。よし、こうなったら仕方ない、俺も一緒にかけるぞ。人々の尊い理解があればこそ、短距離中距離長距離と息を伸ばして更新の驚異の記録は瞬く間5000メートル1万も超えて、ついにはマラソン37年8年とニュージーランドへ遠征や中日毎日札幌に続く39年の春と立てた宿根の目立ったつぶらやの今日誉れの晴れ姿。7万5000余りの観衆がざっと歓声を上げました。つぶらやの姿が
まもなく見えます。今見えました。そこで見えました。すぐ10メーター後方にヒートリー、10メーター後方にヒートリー、つぶれ屋あと350メーター、頑張れつぶれ屋、あと10メーターの差を持ちましてヒートリーが続いておりますが、つぶれ屋スパート、つぶれ屋スパートしました。みんなで応援に来たぞ。勝ち負けはいいだ、日本人らしく、日本人らしく走るだ。あと200メーターだ。ヒートリースパート、ヒートリーが抜いた。つぶれ屋3位に落ちた。ヒートリー2位に上がった。ヒートリーが2位に上がりました。つぶれ屋残念ながら3位に落ちました。あと150メーターです。ヒートリーはあと130メーター。ヒートリー走ります。しかしつぶれ屋3位は確保です。3位は確保いたしました。第2位に上がりましたヒートリー、あと80メーターです。つぶれ屋が今あと80メーター。ヒートリーはあと50メーター、第2位上がりました。世界最高記録保持者のヒートリーがあと10メーターです。ヒートリー今ゴールイン、あと20メーターで円谷第3位です。円谷第3位ゴールイン、円谷入りました。円谷ゴールインであります。日の丸よ、思えば遠く福島の故郷の土に第一歩印始めた幸吉のたった一人の遠い道、苦難の坂を越えてきた今日という日の喜びは、ことしてこの世で最大の慈愛の父母に贈るもの、世界に響けファンファーレ、五輪の旗に日の丸に残る世紀の語り尊いこの思い出の木を、短い命をマラソンにかけて、今は悲しく地下に眠る円谷幸吉氏の御霊に捧げよう。やがて開かれるミュンヘンへ、素晴らしいあなたの栄光を継ぐ人々が今日も孤独の戦いを挑んでいる。